はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、こちら紹介したいと思います。ペン型スキャナー翻訳機になります。で、もう勉強とかお仕事とか遊びでね、大活躍します。これね、いやおじいもね、こういうのすごい興味があったんだよね。実はね、おー、ついにおじいのところにも翻訳機がやってまいりましたね。びっくりだね、本当ね。はい、それじゃあね、どんなものか見ていきましょう。じゃじゃーん。はい、今回はね、ニューイエス最新型ペン型スキャナー翻訳機ということで、日本語の縦文字もスキャンすることができる。すごいよね、これ日本語対応してるっていうの。この縦書き対応っていうのはなかなかないんじゃないの。びっくりだよね。日本ぐらいなもんでしょ、こんな縦書きってね。で、双方向に翻訳することができる。これが112言語あるそうです。すごいね。で、スキャン翻訳は55言語、ね、そしてシステム言語が9種類、そして瞬時翻訳速度は 0.5 秒。すごいね。で、翻訳精度はだいたい 98%、ね、で、ここもね、注目です。聞き手設定、要はこれを持つ時でね、右利きの方、左利きの方いるよね。これね、聞き手の設定して、どちらでも使える設定がついてます。これがまたすごい。そして、Wi-Fi に接続できますよ。Bluetooth も接続できますよ。MP3 再生することができますよ。そして、スマート録音することができますよ。ね。1、2、3、4、5。すごいね。これね。びっくりでしょ？はい。ニューイエス最新ペン型スキャナー翻訳機。ね。こうやって使うみたい。なんかね。こうテルテルオンってなぞって、こうやって出てくるのね。This ブラブラブラってね、この現象とかこうもう瞬時に翻訳してくれるんだろうね。でおじいね、思ったのが、いろんな商品を紹介していて、その並行輸入版ってあるじゃんね。日本語のマニュアルが入ってないとかね、説明が英語しかないとかあるじゃん、中国語しかないとかって。そういった場合にこういうのを1個持ってるととっても便利なんだよね。まあ、今ね、スマートフォンで Google の翻訳のやつで、こう、かざすだけでリアルタイム翻訳をしてくれるやつが無料で使えるんだよね。まあ、おじい、普段あれ使ってるんだけど、でもあれ、こうやってね、ピントが合うぐらいの大きさで、こう、枠の中に囲わないといけないので、こういったものがあったらね、ほんと正確にできるもんね。ね、はい、そんなわけで、おじいはもう興味津々しかないです。ね。そして、これは最新型と、バージョン 2.0 と最新型の違いです。タッチスクリーンのサイズは 2.98 インチなんで、まあ、同じです。で、言語も55種言語、112言語通訳に対応なんで、ここも同じです。で、今回のニューバージョンは右手と左手にも対応、従来品は右手のみ対応だったので、ここのところが進化したんだね。で、システム言語が従来ものは日本語、中国語、英語、韓国語、これ4個しかなかったけど、こっちいっぱい対応してるんだね。スペイン語とかドイツ語とか、イタリアとか、いろんなものが追加されております。で、中国語もほら2種類あるんだけど、バラバラにちゃんと対応してるんだね。これがね、すごいね。はい、新機能聞き手設定ね、右手対応、左手対応、どちらでも使えます。これ便利だよね。意外と左利きの方って結構多いからね。すごい天才は左利きが多いってよく言ったよね、昔からね。はい、高速に文字をスキャン&翻訳ってことだよね。チュッチュッチュッってやれば、ここでピュッピュッピュッとこう見れるんだね、本当ね。あ、これほら、早速左側、左利きで使ってるよね、本当。誰彼女、私の彼氏は左利きってなんかいなかったかね。はい、電子辞書機能がちゃんとついてます。これね、英語の文章をスキャンして、解約を示すことができます。電子辞書は英語を学ぶのに役立ちますね。で、あとテキスト抜き書き機能もついてるんだって。へえ、文章をスキャンして文字を入力しません。USB ケーブルを介して翻訳機とコンピューターに接続し、スキャンした文章をコンピューターに転送できるんだって。へえ、すごいね。びっくりだね。はい、電子辞書機能が搭載ということで、ね、これ辞書が見れるんだね、これね。
うん、で注意、英語のみをサポートします。まあ、いっぱいの言語を翻訳対応してるけども、辞書は英語のみね。はい、であとオンライン、オンラインの場合112言語に通訳対応。なるほどね、あのオンラインで、こうオンラインでこうお互いにこうね、こんにちは、はい、あなたはね、しか、私はおじいですってね、こうやってこう翻訳してリアルタイムでね、会話とかできるってことだね、これね、うん、はい、じゃあオープンボックスいきましょう。どうしようか、これペンだけでしょ。ちょっと実際使ってみるのは上からじゃないとあれだけど、開けるだけだったらこのままでいいね。はい、じゃあちょっとこのまんまね、開けたいと思います。はい、パッケージはこんな感じでね、ビニールのシュリンクパッケージになってるので、これね、よいしょっと、スーッとね、開けたいと思います。よっ、よいしょ、ちょっと待ってね、よっ、しっかりしたビニールだなこれ、ね、はい、こんな感じね、パッケージこんな感じになっております。はい、いいでしょうか。じゃあ開けるよ、よっ、お、あ、こうか、失礼、おお、こんな感じでね、こんにちはとかハローとかね、いや、おしゃれだな、おー、ワールドね、すごい、すごい、こんなギミックがあるんだね、すげえ、おしゃれだな、お金かけてるな、パッケージにね。はい、じゃあ開けたいと思います。ぴょーん、はい、開けるとこんな感じね。それでテストカードって書いてあるな、これ。あ、そうか、読むのにこんにちはなんだけど、いろんな国の言葉でね、こうやって書いてある。これでテストしてねってこうなぞったりするやつね。で本体があって、でおこの箱の中に充電ケーブルかな、じゃあ入ってるのは、ぴょっ、おあ、マニュアルね、そうかそうか、そうそう、マニュアルとあと充電ケーブル、おお、よかった、充電ケーブルタイプ C です、こっち、こっちね、タイプ C です。いや、よかった、タイプ C でよかった。いや、今時タイプ B だったらね、ほんとうーだけど、タイプ C でよかった。はい、でマニュアルはおそらくマルチランゲージだと思うんだけど、お、前半が英語で、で真ん中ぐらいから、前半がね英語なんだよ、ほら、前半イングリッシュで、後半が日本語で、で後ろがもう全部ほら日本語になってます、これね。いや、これ使い方マスターしないとな、これほんと、うん、で重さはね、そうね、重さはねそんなに重くないけども、軽くもないね、鉛筆よりは重たいです。一昔前の万年筆ぐらいの重さかな、うん、あ、でも最近の万年筆軽いからな、ね、まあ、分かりやすく言うとちょうどね、みかん1個分ぐらいかな、うん、だいたいこの重さが同じぐらいですね、みかん1個分ぐらい、ね、はい、でこんな感じ、ぴょん、あ、ここが充電する場所だね。でこっち側に何やらボタンがあるけど、これが電源、あ、決定ボタンだね、これおそらく電源ボタン兼決定ボタンで、でこれでセレクトボタンだね、これね、うん、でピロ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 、はい、ピロピロ剥がして、バッテリーあるのかな、これおそらく長押しすると、おーおおおお、きた、すげー、来ましたよ。こうやって起動するんだね。いや、カラフルだな。
うん、最初あれなんだね、ちょっと待つんだね。で何、あこれね、じゃあちょっと皆さんに、じゃあ初期設定だねこれね、あの皆さんに分かりやすいように、じゃあちょっとこう見せましょうね。はい、でこの初期設定はこれ、あのどこの国でも使えるようになってくる、これ日本だね、一応ね、この日本語を選びます。はい、で設定したらまたこれあれなんだね、記憶してんのかな。おお、そしたら全部これあの日本語で出てきて、1,2,3,4,5、あ横にまだいっぱいあるんだこれ。これ全部で5種類なのかなと思ったけど、テキストスキャンで音声通翻訳でウォークマン、あ音楽ね、ウォークマン、ウォークマンという名前でいいの。でスマート、これなんて書いてあるのかな、スマート録音かなこれはね。でこれなんて書いてある、テキスト抜き書きって書いてあるのかな、ね、で電子辞書があって、でお気に入りで設定があるんだね。これ設定って何があるの、ははははは、はまあ、Wi-Fi とか、あとあの、音量とスピード、それから、複数行のスキャン。あ、なるほどね。で、Bluetooth 自動読み上げディスプレイ。ああ、まあ、これはまあ、明るさ設定なんだろうね。あ、まだ下にもある。聞き手設定ね。デバイス言語って書いてあるのかな。ここは今、あの、字が日本語を選んだんだね、これがね。うん。ね、でこれタッチパネルかな、これ、あタッチだね。おお、左手だとこうなるんだ、ほらこうなるんだ、へえすげえな。で右手になってまた逆になって、こういうことか、結局すごいねこれね。なるほど、はい。でディスプレイはこれ明るさだよね、これね。で自動スリープ機能とかが調整できるみたいです。はい。で自動読み上げ機能ね、オンオフね。で、Bluetooth と Wi-Fi でこれだね、音量とスピードね。いやこれすごい、あの親切だね、わかりやすいね。すぐあの変更したいところがパッパってメニューになってるんだね。で複数行のスキャンをしますかね、それから一行ずつですかって、こんな感じだね。あとリセットもあるんだね、本当ね。でシステム更新とかね、あここはあのアップデートしていきたいところだね、最初にね。はい、こういうものらしいです。じゃあちょっとね、実際に試してみるのに、じゃあの上から見下ろしで行ってみましょうね。充電はここにね、こうしっかりあるねこれね、うん、はい。いや、なんか面白そうだな、これ。ね。はい。じゃあ画面変えまーす。はい。それではね、実際にちょっと使ってみましょう。今、充電ね、しっかり行いました。はい。じゃあ起動して、ちょっと待ってね。で、まあ、これ翻訳機なんで、ちょっと一発ね、メインの翻訳。で、いろんな機能、多機能なんで、これシリーズ動画にするんでね。今回はオープンボックスなんで、もうちょっと手軽に直感でパッパッと使ってみたいと思います。で、起動にちょっと時間かかるんだよね。で、今回、ここにサンプルがあるんだけど、まあ、多分、こんにちはとかね、これが英語とか中国語とかね、これは韓国かな、なんだけど、まあ、単純なやつなんで、まあ、このサンプルのカードを使わないで、実際に他の商品の、こうやってね、マニュアルがあるよね、マルチランゲージね。で、それが、どういう風にして実用できるのか、ちょっとこれをやってみたいと思いますね。多分これおそらく英語だと思うので、テキストスキャン、これね、テキストスキャンを、これを選択します。で、できるだけ垂直にスキャンしてくださいって出るので、じゃあできるだけ垂直に。ドワーン。
connect the neck protector with the power unit. おー、すげえな。ネックプロテクターは電源、おー、すげえな、これ。ほんとだ。すごいな。ちゃんと言ったね。他のところちょっと見てみようか。全部でも、棒が長えからな、これ。へぇー。じゃあ、ちょっともう一回ね、試してみようね。ここの一番のところ行ってみようかな。この一番のとこね。だ2行同時にこれ読み込んでるってことなのかな。これでいいのかな。1. When the product is not in use. おお、製品を使用したい場合は、アタッチにシャットダウンしてくれ。おお、すげえ、正確に翻訳できてんじゃん。すげえなぁ。ちょっとこれ 3行目いってみようかな。ちょっと、これ、ちょっと早くやっちゃったらダメかな。ドワーってやってみよう。さすがにこれは無理かな。Just finished using the product. おぉ、読み込んでるじゃん。すげえ。じゃあ4番目。この精度すごいなぁ。これ読み込んでる。Table before washing the product. うわ、すげえ正確だな。びっくりだね。すげえ。おお、6使用可能。すごいな、これ。へえ。これちょっとあのいろんな使い方できるね、これね。はい。まあ、今回ちょっとオープンボックスなんで。うん、これぐらいしとこうかな。あの、いろんな機能があるんだけども、ちょっとこれ順を追ってね、動画作ろうかなと思います。はい、じゃあ、一回今回はね、戻りましょう。すげえ。はい、戻ってきました。いかがだったでしょうか。いや、なんか可能性を秘めてるよね。思ったより、もっとゆっくりやるのかなと思ったけど、スーッとやっても読み込めるし、翻訳正確だよね。あの、Google 翻訳よりも全然正確だよね。すごいよね、これ。あの受験生とか、まあ、お子様だけじゃなくて社会人でもやっぱ1個持ってると、今いろんなものを買った時にほらマルチランゲージだったりとか日本語のマニュアルがねえとかいろいろ多いじゃん今この時代って。あのもう世界的にワールドになってるからね。あの閉鎖の日本だけどもメイドインジャパンばっかりじゃないか ら今の時代こそやっぱこういったものを1個持ってると楽しいっていうのと、あと可能性がすごい広がるよね。ね、はい、そんだけね、今回はねオープンボックスなんで、ちょっといろんな機能はシリーズで作るので、この動画の説明欄にねまたのリンク貼っておくけども、いろいろ増えておくと思います。なんとか変なんとか変でね、1個の動画だと長くなっちゃうんで、あの割って作るんだよね。いろいろ見てください。はい、そんだけで今回紹介したこの翻訳機、お値段の方行きましょう。せーの、ドギューンね。はい、これがねすごいよ。はい、お値段の方がこうなるんだよ。実はね、ここにね、25,899円で販売してるんだけど、50% オフのクーポンがあるので、実際にチェックして購入すると、12,949円になります。で、このね、翻訳機っていうのを、おじやの初めて見たんだけども、類似品なんかいろいろ見てみるとね、やっぱここのところがこうもうちょっとこう狭いとか、あの左利き対応していないとか、こう機能とかそういったものも、やっぱピンキリあるんだね、これね。でこれ新しいやつなんで、この US のこのペン型スキャナーの最新モデルなんで、まあ、これ買っときゃあの間違いねえんじゃねえのって感じだよね。もうウルトラ出たばっかあの旧型も売ってるけども、これ最新モデルなんでね、いやどうせ買うんだったら新しい方がいいよね絶対ね。はい、そんなわけでいかがでしょうか。これはねおじいすごい嬉しいなと思うね。いろんなものほや、あと声なんかでもできるんでしょ、いろいろね、可能性はいっぱい秘めてるので、ちょっと今後の動画を期待してください。で、それまでちょっと聞きたいことがあるんだよって質問がある方はコメント欄にいろいろ書いてくれると、おじいに分かることだったら、あの実際にじゃあ優先して試して動画を作りたいと思います、ね、はい、そんなわけで今回は US ペン型スキャナーを紹介させていただきました、ね、興味のある方もない方もガンガンと Amazon のリンクでね説明を見ていただければなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。次の動画も見てよ。